リンリンハローパラレールリンリンパラレルのウィントです。はい、今日はとある日のもう夜、癒されるためだけにペットたちと戯れるようのコーナー。はい、最近やってたのを忘れている。皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネルのチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、ということでね、癒されに行きます。みんな元気でございますか？特に手で触れることは今日はしません。カメラで映すという形にします。今ですね、ちょっとパソコンの周りが汚いので、ぴょんぴょん飛ばれるとね、そっちの方に行くと大変なことになるので、今日は見て楽しもうのコーナー。はい、あ、ギョロメちゃんどうも。今日はまだあげてないからマッシュあげようか。ギョロちゃんね、今妊婦さんじゃないや、子供をね、もう出産はされておりまして、今お腹の中にいます。まずハロ君にあげとこうかな。こっちがハロ君でございます。旦那さんですね。キョロちゃん、あれ、キョロちゃん、こっち、キョロちゃんは今このお腹のところにね、子供がいます。あと1ヶ月ぐらいで脱毛とかになるんじゃないですかねっていう大きさになってきてます。持って逃げられました。はい、持って逃げられました。はい、でそんなことをしていると、上でハルくんとね、うららちゃんが待っている。今待ってるのはハルくんですね。よいしょ。ハルくんが逆さまになって待ってらっしゃる。はい、どうぞ。で、持って多分あっちの方の下の方に行きますね。はい、うららちゃん、うらら、いや、うらら出てこれんくなるでしょ。で、あんた爪引っかかったな。そろそろあんた爪切りだな。うらら、出といて、出てきたらあげるよ。うらら、あれうららは一瞬出てくるか悩んでますね。でも食べたいなーってなって、今の耳出てくる感じかわいいね。この耳がピョコンって出る感じ、これいいよ、おいでー。あ、出てきましたね。めっちゃキュッキュッキュッキュ言いながら食べておりますね。あの子はね、取った場所でだいたい食べます。あんな感じで。じゃあ次はパッちゃん、パッちゃんおいで、パッチー、パッチおいで、パッチおいで、ブランコの上、ブランコの上、あー、ブランコの上がいいな、ブランコの上がいいな。パッちゃんはあっちゃこっちゃ持ってて食べるので、ここで食べてるところを見たいので、私が手で持ちながら食べさせます。かわいいわね。横で次のちょうだいって待っているご夫妻が、お腹の子も結構膨らんで大きくなってきてますね。いて、ごめんごめん、あっち見ながらやってたら食べる場所少なくなってて指ちょっと噛んだね。結構慣れた子たちですよ。こうやってやると出てくるんで。で、妊婦さんは、栄養がね、結構大事になってくるので、糖分だったとしてもね、もう一個あげたいんですけども、もう一個あげようとするとね、絶対出てくるんですよ。この旦那さん、ハロくん。ハロくんさ、いいんだけどさ、君、ちょっとね、奥さんに優しくしてあげ。お前かわいいな。はい、
ねえ、ダメ。奥さん子育てて大変なんだから奥さんにあげて。君はただでさえもう大きく育ってんだから人のまで奪わないの。はい、絶対ハロ君が取りに来れないところで食べさせましょう。諦めないね、あの旦那すごい角度。そしてパッちゃんもちょっと欲しそうに見ている。持って逃げろ、持って逃げろ、ギョロメちゃん持って逃げろ。その旦那はあれだぞ、口の中まで取りに来るぞ。君はもうダメだよ。君は一個だけっていうか、みんな本当は一個だけ。ギョロメちゃんだけ特別、妊婦さんだから。うららちゃんはもうご用事が終わったので中入っちゃったね。近いのよ。うららちゃんを撮りたかったのね。あ、ちなみにうららちゃんと言ってますが、うららちゃん男の子です。はるくんとうららちゃん、うららってちゃんの方が可愛いなってねいうところでもありますんで。はい、実はねこの子たちこうやるときます。何にも持ってないのに。あれ、この子も来ます。何にも持ってないのに。はっちゃんも来ます。ほら、何にも持ってないのに。あれ、おいしい。みんな集まってきた。みんな一箇所に集まってきた。ほら、おいおいでー。一人だけ中でゆっくりしてるけど、他の子たちは来ますね。こうやったら、あげません。あ、うんち落ちた。君うんちしたね。ここに赤ちゃんがいます。赤ちゃん尻尾とか見えないかしら。ちょろっとね、育児脳から見えたりするんですけど。膨らみしかわかんないかな。無理に開くことはやめましょう。はい、ありがとうね、モモンズでございました。じゃあ次は私のね最近の癒し、はい、このワインセラーの中ですね、落ちてたうんちを拾って今ゴミ箱へ。はい、このワインセラーの中が本当に癒しですね。涼しい。こんな中の庫内の温度は10度程度にしてます。で、まあ、この子たちは全然ね10度で問題ない状態でございます。ここにねシリケンイモリ、沖縄シリケンイモリとエゾサンショウがいますね。ヒントがあるかな。あ、全員そこにいるね。その葉っぱっぱの下が好きみたいでございます。あそこの
ぬるっとしてるのがね、エゾサンショウです。で、手前にいるこの金箔のね、柄のついてること、まあ、ちょっと頭の上に足というか手を置かれてしまっておりますが、これがね、沖縄シリケンイモリでございます。手前にいるのが、尻尾が太くて短いので、ロウ君かな。うん。で、多分この頭の上に手を置かれてる子がカルちゃんですね。ここになんかついてるけど、これ何？ああ、なんかついてると思ったらついてるわけじゃなくて骨ね。ああ、びっくりした。デコボコ、デコっとなってたからなんだろうと思ったら股関節の部分の骨ね。ちょっと勝手に、なんだろう、大丈夫かしら、病気かしらとか思っちゃった。ただこの子たち病気になった場合に見てくれる動物病院ってなかなかないんだよね。しかもお薬もなかなか難しくて、多分塗り薬塗ってもね、基本的には水の中入っちゃうからね。コラは喧嘩しないの。私がくれなくなったのが分かったからみんな帰りましたね。あのポーチの中に、あ、出てきたけど近寄ってきたら来るね。こっちはもう完全にポーチに帰りましたね。かわいいな君たち。フリーハンドで撮ってるね。ちょっと手ぶれがすごいかもしれないですけど、かわいいな君たちな。いや、このレイアウトにしてからね、ほんと正解だと思う。すごい癒しの効果がちょろちょろちょろっと、ね、流れております。ちょっと両手で固定。いや、すごいっすよね。これワインセラーの中なんですよ。これ実際はワインセラーなんですよ。ワインセラーの中にこうやって水を流れる仕組みを作って、こんな感じでね、苔と山椒魚とイモリを育てています。あと果肉植物と、多肉植物ね、多肉植物も育ててる感じですね。苔も結構ちゃんと育ってくれてるね。ちょっとここちょっと水あげすぎたかな今日。まあ、あとここのね、水苔は、あの生きてない水苔も下の方に引いてるんで、まあ、それもあってって感じだとは思うんですけどね。奥の苔はすごい綺麗に育ってますよね。あとこの植物も、これなんていう植物か忘れちゃった、名前なんかピンク色と緑色のやつ。うちの山椒とイモリは仲良しですね。はい、次に見たいけど絶対出てこない子たち、レオパ今日は出てこないね、これはね。で、餌食べたい時とかはね、トントントンってやってあげると出てくるんですよ、こうやって。でも出てこないんで今餌欲しい感じではないですね。見て見て、シューって言ってるね。ああ、ハルとウララがあれなのね、遊んでたのね。ああ、ごめん、びっくりした。ごめんごめん。急に動いたらびっくりするよね。ウララちゃんが水飲んでます。この子たちは二人とも仲良しで。ていうか、あんたたちあれだね、今気づいたけど、ご飯めっちゃこぼしたんだね。一回ひっくり返したっしょ、もしかしたらあれ。ご飯入れ、そろそろペットシート取り替えないとね、汚くなってるわ。で、次がセブシシバナヘビのサナッチ。サナッチも今ご飯欲しい感じでもないし、寝てるね。あと遊んで欲しい時とか、ちょっとなんだろう、温まりたい時とかはね、あそこから自分で出てくるんですよ。
で手入れてあげるとですね、手の上に乗っかってくる可愛い子ちゃんでございます。この子はあの手の上をね、なんて言ったらいいんだろう、ヒーター代わりに使うんですよ。あの子ちょっと憎いやつですね。でも今日はそんな気分ではないみたい。そういう気分の時はね、カメラ近づけたり手近づけたり私が近づいたりすると出てくるんですよ。今度その出てくる瞬間をちょっと動画に抑えますね。あのついつい出てきたらカメラとか関係なくもうすぐ触っちゃうんだよね私がね。慣れたヘビちゃんでございます。かわいい、サナチかわいいよ。あのつぶらな瞳がいいですね。でこの子たち、あのまぶたがないんでね、目開けたまま寝るらしいんですけど、どうやって寝てんのかいつも気になるんだよね。周り見えてるんじゃないのかなってずっと思うんですけど。はい、サナチの記事はこんな感じのね、あのなんだっけ、ヤシだったかな、ヤシのあのヤシだったはず、うん、ヤシを砕いたやつを素材に、素材というか床材にしてます。じゃあくるみだ、くるみだった、間違った、くるみくるみのやつを床材にしてね、生活をしてもらっております。ここにうんちしてるね、後でうんちだけ取ってあげよう。あのうんちしたらそこだけね、あのこのコーヒーの豆を取るようなスプーンでうんちの部分とその汚い部分になってるここだけね、あの砂を捨てております。そして今ねちょっとだけシューって言っちゃったんですけど、はい、お休み中のシェフィーさんでございます。サバンナモニカですね。ピントが合わね、網にピントが合う、網にピントが合ってしまって、網じゃないのよ、奥にピント合ってしまう。難しいわね、網のところから取るのは。はい、シェフィーさん完全に寝てます。この犬猫用のね、あのパネルヒーターの上で温まりながら寝ております。まあ中高生なのでね、この子たちはね、あの今夜なんで、まあ、天気はガンガンついてますけれども、あの眠い時間ですよ。かわいい、寝てるのもかわいい。最近はね、あの前回の動画でもあのご報告させていただいてましたけれども、リードをねつけてちょっと日中は私の祖母を散歩させて、自分からねこっちに人間にねアプローチしてもらえるような仕組みを作っております。最近ですね、あそこのハンモックの上で寝るのが好きらしくてですね、ハンモックのところにあの温度計ぶら下げてるんですけど、あの温度計をですね、前足でちょん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 して遊んでおりますね。あそこちょうどね、あの上にあのヒーティングトップっていうあのヒーターもね置いてるんで、ちょうどいい暖かさなんですよね、多分この子たちからすると。なのであそこで寝ていたり、まあ、ここで寝てたり、あとあのハンモックの下の部分でね、の奥で寝ていたりって感じですね。水入れも、あーやばい、水入れ結構汚くなってるね、うちで。水入れもね大きくなったんで、楽しそうに、楽しそうに水の中で遊んでおります。今日はがっつり寝てますけれども、寝てるのもね見てると可愛い限りでございます。本当にこれはこれで可愛い。レオパ夫妻は完全に寝てますね。
奥にちょろっと見えるかな、あそこのまだら模様の子がロペ、手前にね尻尾だけ見えてるのがルフさんでございます。私の中ではこのお二人はなんか高貴なる存在って感じですね。本当に。あとこのベッドシェルターに変えてからなんかいいっすね、なんか塩梅がいいっすね、なんかちょうどいい感じ、中の湿度の保ち方とかね、だから湿度を保つ形を取るわけで、やっぱりねケージの横とかがね水がついてちょっと汚れますね、まあ、定期的にあのウェットシートで拭いたりはしてるんですけれども、どうしてもやっぱりあの普通のプラスチックなのであの汚れますね。アクリルだったらもっと綺麗に見えるのかな。まあでも私がね肉眼で観察する分には気になりません。カメラで撮るとどうしてもねここの横の部分がちょっと気になるね。うん、肉眼だとねあんまり気にならないんだよ。やっぱカメラってね精度がいいのかもしれないですね。で交尾をしてから2週間ぐらい経ったのかな、これで2週間ぐらいになるので、まあ、いつ頃ねあの放卵して卵を産むのかちょっとまだ分かんないですけれども、いつでも卵を産んでも大丈夫なようにこっちには装置を作ってて、今 27.6 度ぐらいをキープしてるみたいですね。あの中が、あそこの中にねあの温度計ぶさしてるんですけれども、あそこの中の温度が今 27.6 度なんで、まああの孵化させる温度にはちょうどいいって感じですね。水も減ってきてて、うん、いい感じにちゃんと中の湿度も保ててる状態かなって思います。うん、爬虫類ちゃんたちはさすがにあのおやつとかあるわけじゃないんでね、あの今は本当にゆったりしてますね。この子たちは夜行性なんで、これからの時間かな、今が11時ぐらいなので、これからの時間帯でちょっと起きてきてっていう感じになると思うんですけれども、だとしてもねこの子たち基本的にあのそんなに動き回らないんで、レオパはあの寝てることの方が多いんで、まあ、爬虫類みんなそうかな、結構寝てることの方が多いし、ご飯とか欲しい時に出てきたりって感じなので、この子たちは特にそう、ご飯欲しい時にしか出てこないから、あとはたまにハンドリングしてって感じですね。ハンドリングしてもこの子たちは慣れてる子なんで、シェフィーもねシューってたまに怒りますけど、その理由としては急になんか敵が近づいてきたと思って威嚇してるだけなので、ただ私がねこうちゃんと顔が見れて、怖くないよっていうのを分かってくれてるので、あの顔を見るなり、あなんだお前かという感じで対応してくれます。今はねあの石で目の部分がね隠れてるんで、あのシューって言ったんでしょうね。まあ人間もそうですよ、急にね布団とかでさ何も見えない状態でさ、例えばあと暗闇とかね、あと路地裏とかさ、曲がり角とかでさ急に人出てきたらびっくりするじゃない。それと同じで、あの急に何か動くとびっくりするのはどの子も人間だろうと動物だろうと一緒って感じですね。いやー、各ケージがいろいろとねこう楽しい感じになってて、私はあの見てて飽きないですね本当に。まあレオパのケージはね今卵産んでも大丈夫なように作ったからあれなんですけれども、本来もうちょっとねあのいろいろ入れてるんですよ普段で。なので卵生まれた後は普段のそのケージにね戻して和傘とか入れてあげようかなってところなんですよね。あの上にいつもケージに使ってたレイアウトだけのねなんかものは置いてあります。はい、今はとりあえずって感じですね。あとは今たまにここでカヤ散歩をね、あのモモンガちゃんたちと、カヤじゃないの、押し入れ散歩だね、モモンガちゃんたちとしてますけれども、ここもそう危ないものが今ない状態になってるんでかなりいいですよ。ここに電気ついててカチッと電気つければ
の勝ち。この網なんか登ったり、この突っ張り棒もね、縦に登っていきます。で、なんか籠を置いてあって、まあ、これ猫ちゃんのあれだけど、があったり、あと、ちょっと壊れちゃった電子ドラムね。今違う電子ドラム、ヤマハの電子ドラムをこっちに置いてありますけど、それとは別の電子ドラムがこっちに置いてあって、もう電子ドラムはただのステッパーです、これ。ドラムとしての役目はもう果たしておりません。うんちとか全然ついちゃってるからね。うん。そんな感じになってます。よいしょ。あら。おたまたまが、おたまたまが。貴重なおたまたま。ドアップで。ちょろっとおティンティン出てくるけど大丈夫？ちゃんと閉まってよ。かわいい限りだ。なるか。何してるの？何してたの今？すごいビローンって伸びてた。かわいいな。癒しですわ。はい、ということでね、本日はこんな感じに、特に何かがあるわけではなく、うちの子たちをね見ていった形になります。いや、やっぱいつ見ても楽しいな。一個ね、ケージ左上か、ここは今空いてる状態にはなってますけれども、将来的にね、春とうららはまあ一緒に男の子2人、夫婦、そして女の子1人って感じなんですけど、ここの生まれた子供がね、親離れした時にここに入るのか、それとも女の子だったらこっちに入るのか、もしくはまあ男の子だったとしてもペアにするかどうかっていうのをいろいろ考えたりしていこうかなって思ってます。まあどういう風な形を取るかはちょっと考えながら進めていこうかなと思います。あとはそれこそね、ギョロちゃんをちょっと離してこっちに入れたりとか、夫婦を離したりだとかっていうこともちょっと考えようとは思ってたりもするので、まあ、あとは状況によってね、ご夫婦の旦那さんの方は、去勢をしてね、子供が生まれないようにとかいろいろ考えたりっていうふうにはしようかなと思ってるんですけれども、まあ、それに関してはゆくゆくですね、本当にゆっくり考えながら、進めていくことなので、はい、そんな感じでやっていこうかなと思っております。うん、いいね。ぼーっとしちゃってる動画としてはこの喋ってない時間がねちょこっとあるっていう放送事故なような気もしますけれども、楽しく見ている状態になります。はい、ということでね、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok などですね、SNS もやってますのでフォローお願いいたします。また過去に800本ほどですね動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画も見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。